二人暮らしのすれ違いあるある。僕と結婚してください。まだ一緒に住んだことないのに。あそっちだじゃないの。いやそりゃそうだよね。ねえ、うん、しまっちゃおう。別にいいのいいの。あ、なんかさっきスーパー行ったらもらったんだ、たまたま。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。いただきます。なんで、なんでご飯炊いてないの。だって今日はクリームシチューだよ。クリームシチューにはご飯です。炊いてきなよ。もう間に合わない。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。アラーム鳴ってるよ。このアラーム鳴ってる。アラーム音独特だな。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。何干してんの。明日も使うよ。洗うでしょう、うん、綺麗になった僕、その僕を拭いたタオルは綺麗。 OK? NO。 お？ダメだよ、毎日洗うよこれは。 OK? NO。 WHY? 二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。寝るから消すね。うん、全部消すの。うん、消すよ。え、消しちゃって怖くない？え、大丈夫？消しちゃって本当に大丈夫？え、ニコルいるよね。いるよね本当に。え、本当いる？ニコル？寝ろよ。ニコル。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。アイス買いにコンビニ行ってくるわ。え、パジャマで。うん、パジャマで。いや、外に行くときはそのパジャマを着るのはちょっとどうかと思う。いや、可愛いからいいか。気をつけてね。ありがとう。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。暗くない？おしゃれじゃん。いや暗いよ。おしゃれです。暗いです。おしゃれです。暗いです。おしゃれです。イエイイエイ。ダメです。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。友達来たよ。こんにちは。こんにちは。お構いなく、おもてなしとか大丈夫です。なんで顔一緒なの。お茶とかお菓子とかで大丈夫です。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。あ、ちょっとトイレ借りてくるね。いや、あるよ。いや、そうなんだけどほら、うん、あれがさあのほら、あれがさあれが壊れてるじゃん。ごめん、俺ちょっとあれがないと無理なんだ。大丈夫。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム二人暮らしのすれ違いあるある。あっち、ちょっとニコル、これ何度。え、42度だよ。42度。うん、これ茹で上がっちゃうよ。大丈夫だ、いけるよ。熱い、熱いって。ファイトファイト。熱いよ。二人のこだわりはどっちも大事。一緒に探せる二人の住まい検索始まるよ。アットホーム関さんとは一緒にあのラジオ番組をやっていて、もう1年くらいそのラジオ番組は今続いてるので、だからその甲斐もあってすごい息ぴったりな
ちょっとね演技なんですかねができたりだとか、すごい合わせるのがすごい楽でした。関さんがでもそのカップルっていう目線で今まで見たことがなかったので、なんかその辺がちょっとドキドキして、なんか不思議なドキドキでした。カップルのあるあるでしたけど、なんか台本一応あったんですけど、ほとんどなんか2人ともアドリブに近い感じで、なんかそれがすごい楽しかったですね。ほぼアドリブなのでそこも見てほしいですし、まあ、お風呂のシーンとか関さんがちょっとふざけてはないけど、なんか勢いがすごかったので、いろんな関さんが見れると思います。私よりちょっと関さんを見てください。なんだろうな、何があったかな。でもお風呂も私は42度です。42度だし、まあ、全然パジャマでコンビニも行けちゃうし、シチューは、まあ、どっちでも行けるな。おかずでもいいし、まあ、ご飯でも食べるし、なんか結構割と全部やってることを大丈夫なタイプでした。だから全部当てはまってはいたのかもしれないですね。でも一人暮らしも二人暮らしも部屋は広めが好きですね。やっぱリビング開放感がある感じが好きなので、リビングは広めな部屋がいいですし、でも一人だと私今そのメイク部屋っていうのがあるので、多分二人暮らしになるとなんか怒られそうだなっていう気はするので、そういう趣味の部屋が欲しいですね。なんだろう、二人暮らし一人の時間は欲しいタイプです。でもお風呂の時間とかで一人の時間作れたりすると思うから、意外に何でも許せるタイプですし、合わせられるタイプだと思います。でも電気は真っ暗派ですね。そこはちょっと譲れないかもしれないです。どっちが楽しいんだろう。でも結婚してから一緒に住むのもそれはそれで新鮮味があって楽しいと思うし、でもやっぱ一緒に住んどいた方がその人の癖だったりとか生活感が見てから一緒にね結婚するのもいいと思うし、なんかどっちもなんかプラスがあるから、でも私は一緒に住んでからな気がします。やっぱその人の癖を見たい。どこまで許せるかとか、自分はここは譲れないけどここは譲るよみたいなのとかを大切にするタイプかもしれないですね、きっと。なんだろうな、でも自分の好きなキャラクターのぬいぐるみとかをお母さんと暮らしてた時は実家だから、なんかポンポンいっぱい置いてたけど、一人暮らしでもちょっと厳選して持ってきたんですね。でもそれを多分二人暮らしとかってなると多分嫌がる人は嫌がると思ったりする。ちょっとぬいぐるみを許してくれる人がいいですね。そのぬいぐるみを許してほしいです、お気に入りの。でも私のお気に入りのぬいぐるみこんくらいでかいんですよ。こっからこんくらいでかいので、それを置きたいです絶対。そうですね、でもそういう二人暮らしならでは その一緒にこれは私はこういうのがいいなとか、そういう話し合うきっかけにもなるので、なんかそういうのはすごい素敵だなと思いましたね。そこでお互いのあここはこういうの嫌なんだとか、ここはこうしたいんだっていうのがその携帯を通して分かるので、なんかそれはスムーズですごいいいなと思いましたね。なんだろう、でもなんかその人の今現在住んでる家具とかその好きな感じの系統を写真を撮って、それで判断してこんな家が合うんじゃないかみたいなのとかできるんですかね。できるんですか。どうなんだろう、あこの家具とかって床白目がいいのかなとか、あこの家具の大きさが今あるんだったら多分こんくらいの広さが必要だぞみたいな、もうそれが便利なのかどうか分かんないですけど検討してくれるかな